ジグソーパズル。はい、こんにちは、ちちさです。今回はこちら、モンスターハンター、ジグソーパズルやっていきたいと思います。ジグソーパズルとか私何年ぶりなんだろう。はい、こちら、サイズ 26×38cm の巨獣ガムート。早速開けていこうと思います。よいしょ。よいしょ。お、ビニールに入ってる。じゃあ開けまーす。どうやって開けんだろう。普通に開けていいのかな。普通に、よし、あ、硬い。あ、いや、これはと無理なんですか。いやいや、普通に硬い。よし、はあ、マジ私がサイヤ人じゃなければ開けれてなかったわ。じゃあ角からちょっと出していこうかなと思います。まあこういうのは角から出すもんじゃないかなと思いますのでやっていきます。お、これ端っこじゃーん。お、これもじゃない。これも角だ。角。よし、これで角化の4つ。これでようやくスタート位置ですわ。こことこことここだから、ここが多分これですよね。多分これは左上の角で、これがこれどこだ？これこっちかな？こっちっぽいっすよね。うん、こっち、左下の角でしょ？ねえ。これが、ここかな？こうだ。で、これが、これ違うじゃん！はいはい、見つけたよ。お前かよ。お前だ。これね。ここだから、ね、文字も書いてあるし。よし、これでようやくスタート位置でございまするよ。じゃあ、ここから端っこを埋めていこうかなと、ぐるぐるっとやっていこうかなと思います。どうしようかな。ここにこれ置いて、まず左上からやっていきます。よいしょ。オッケー、はわった。よし、楽勝ですね、楽勝。ジグソーパズルの天才かな。プロジグサーかな。なんて言うんだろうプロジグサー。これ違うじゃん。これじゃない。これこれも違う。全然進まないんですが。うん、待って、これあれじゃん、文字じゃん。完全に文字だよ。文字が読める。よし、あとここにないぞ。ピース足りてないのかな。端っこがまだ埋もれてるのかな。これ違うし、違うな。絶対ピース足りないやつじゃん。よし、探そう。よっ、めっちゃいいこと考えた。こうですよ、こう。こうです、こうです。天才かー。天才やんけー。ジグソーパズル上手い人どうやるんだろうなってかあった。あったあった。いやいや、みんな最初こうやるんですか？ジグザーはプロジグザーはみんなこうやるのかな。私ほんとジグザーパズルってなんか多分24ピースぐらいのやつをちっちゃい頃やって、なんかねディズニーランドのすごいでっかいやつをいとこのお姉ちゃんが作ってたのを横からちゃちゃ入れてすごい潰したりとかはしてたんやけど、多分一人で大きいの作るの初めてだと思う。よっよいしょ。初めてにしては天才的な発想だと思いませんか？そんなことないみんなやってる？よっしゃ、変わった。よし、もうこれはなんかひよこのオスとミスを分ける人の気持ちが今すごい分かります。嘘です、全然分かりません大変なお仕事ですよね、ひよこちゃんのオスとミス分ける仕事。よいしょよいしょ。あれ四角いるんだよね確かね。これでようやく端っこをつけていけます。これ完全にロゴですよね、これ。あれ入んない。あれ違うのか、場所が違うのかな。違うねあれロゴなのに、ちょっと先にロゴから作ろうかな。私のジグソーパズルへの気持ちも非常にダブルクロスしてるから、ちょっとロゴから作っていこうかなと思いやす。でもはまんないんだけど、あれおかしいな。あれなんでこれぽいじゃん。なんでよこれか。あ、これだ、なるほど。先に X じゃなくて M が来たわけね。イエーイ、横一列完成。わあ、ここまで35分。まあある程度形ができてきたら早いですね。早いですねとは言ったが早いですねとは言ったが、ここがない。あと1個だよね多分ね、大きさ的に。しっかりサイズのあった。あったー！サイズのあった額縁の色紙のはずだから。よし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 。大きさわかるのはかなり強みだな。よいしょ。もうあとはつなぎ合わせていくだけですもんね。これこっちで。あとは、ここ？違うな。違う。これか？違うな。いや、パッと見でわかりますよ、これ、皆さん。こっちか。パッと見でこれ、ここにはまるでしょってわかる？私、わかんないよ。ジグソーパズルマスターとかだとわかんのかな？これ、どこだろう？一体どこなんだろうね。わかんない。あ、わかんないや。右下かな？もしかして。右下、ここら辺のなんか崖っぽい感じなのかな？これ私があまりにも下手くそなのかしら。認めたくないものだな、若さゆえの過ちというものは。ハマったし。ハマったわ。ここだったわ。あ、でもここはなんか一個足りないのか、じゃあ。そうだよね。だって差し込み口おかしいもん。一個足りない。これか。足りない、足りない。これも違う。二人の、これも違う。絆、あー。入った。よっしゃー。あとは、上だけや。上だけ。はい、足りない。探します。ここね。探します、探します。お、早速発見。いえ。これを、ここか。よし、これで。あれ？なんか、台形になってない？台形だよね、これ完全に台形だ。え、なんで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 ？完全にバラ、ここか！ここにマイクあるのか。完全にそうだな。無理くりはめてしまった。頑張れば無理くりはめれるんだな。もう一個どこだ？どこにある？ここか？意外と取り残しあるんだな。取り残しなしだと思ったらめちゃめちゃ取り残してた。いやー。でもこれね、ジグソーパズルやればやるほど上手くなりそうですね。技術的なことが上手くなりそう。じゃーん、じゃ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 ーん、バチーン。あれあれ、バチーン。いきましたー。完成ではないけど、でも今日はこのぐらいで勘弁しといてやろう。このぐらいで勘弁しといたるわ。いやでも周りがやれば結構あとは楽なんじゃないかなと思いたいです。ということで続きは来週ぐらいに投稿させていただきます。励みになりますのでチャンネル登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。愛してるんだぜ、ゲームだけが僕の生きがい。時間かけてこう